福井市宝栄小学校は、福井県福井市松本三丁目にある公立、小学校。厳選コンコン不社へよる、厳選福井藩十六代藩主、松平春学時期筆の厳選校命名の書、厳選コンコン不社中野が残されている。厳選校は、宝栄小学校の前身の一つであり、これを校訓として引き継いだ。力の泉が尽きることなく湧き出してくるような活力、溢れる。 学校生活を目指す。福井市は太平洋戦争で空襲を受けたため、終戦後に都市計画復興事業を実施した。その中で市内の小学校については13学区とすること、将来の地域発展を考慮して放映、進むっぱなし、朝日の3校を郊外へ移転すること、校地は1校あたり約5000坪、学級数は概ね30とすることが決められた。 これにより法栄小学校は昭和22年12月22日に法営の課長から新たに2階建て校舎一棟中に教室が竣工した現在地へ移転した。だが民家の立ちのきも未完了で、高地も未整備という慌ただしい状況であった。昭和27年度高地整理費予算課長書には、 高地の区画を鮮明にすること、未整備の墓地を早急に整備することが要望として記載されており、高地が現在のようになるまでにかなりの日時を要したことがわかる。その後も水番小屋の移転整地や学校北側の用水の埋め立てと高地の境界線の問題が未解決のまま残された。岩佐又兵衛の墓石江戸時代初期の絵師で浮世絵の創始者とされる岩佐又兵衛の墓が、 かつて敷地内にあった。岩様田兵衛は、摂津国河辺伊丹の生まれだが、40歳の頃に、松平忠直に招かれて、北野省に移住し、24年をこの地で過ごした。その後、二大将軍、徳川秀忠の招きにより、江戸に移住しその地で没死したが、墓は遺言により、遺族の住む北野省にあるゆかりの教習寺に建てられた。戦後、 教習寺が隣接する現在地へ移転し、法永小学校が陽光館敷地から現在地へ移転した後も、墓だけがそのまま残された。1987年の法栄小学校、改築工事の際に、現在の教習寺へ移され、墓のあった場所には、岩様多兵衛の墓石の石踏みが建てられた。ありがとうございます。